六名館は1883年に日本の外務卿井上薫による王家政策の一環として建設された西洋館である。国賓や外国の外交官を接待するため外国との社交場として使用された。六名館を中心にした外交政策を六名館外交、王家主義が広まった明治10年代後半を六名館時代と呼ぶ。 欧米諸国との間の不平等条約を改正する狙いがあったが、1887年に条約改正の失敗で、井上が辞職したことで、六名館時代も終わりを告げ、1890年からは家族会館として使用されるようになった。1941年に取り壊された。六名館全用モデル。計画を推進したのは外務卿井上薫である。 当時の日本外交の課題は、不平等条約改正交渉、特に外国人に対する違外保権の撤廃であったが、日本に住む外国人の多くは数年前まで行われていた卓刑や打ち首を実際に目撃しており、外国政府は自国民が全近代的で残酷な刑罰に処せられることを危惧して違外保権撤廃に強行に反対していた。そのため井上は、 王化政策を推進し、欧米風の社交施設を建設して、外国施設を接待し、日本が文明国であることを広く諸外国に示す、必要があると考えた。それまでは、国賓の迎賓館として準備された建物はなく、1870年、急遽改修した浜離宮の延べ、領館か、あるいは港区三田の蜂須賀公爵邸などを、借用していた。 六名館の建設地は、内山下町の旧薩摩藩相続屋敷跡の地に、決まり、1880年に着手。途中規模変更があり3年がかりで1883年7月に、落成。設計は親とい外国人の女債やコンドルで、思考は土木用足し組が担当した。レンガ作り2階建てで1階に大食堂、談話室、書籍室などを、 二階が舞踏室で三室開け放つと100坪ほどの広間になった。バーやビリヤードも設備されていた。六名館、黒門六名館における舞踏会を描いた浮世絵道観楽生の1883年より1887年までの時期がいわゆる六名館時代である。1883年11月28日、1200名を招待して、 落成の祝宴が行われた。六名は、司教小宮日にある、六名の歌に由来し、来客をもてなすことを表す語で、中井佐クラスが名付けた。祝宴当日は、井上香織の誕生日だった。以後六名館では、国賓の接待や、舞踏会ばかりでなく、天朝節の祝賀会行事を、はじめ数々の国内行事も行われるようになり、 皇族や上流夫人の事前バザーも重要な催しであった。しかし当時にあっては、日本の政府高官やその夫人でも、その大部分は、西欧式舞踏会におけるマナーや、エチケットなどを知るすべもなく、そのものの食べ方、服の着方、舞踏の仕方などは、西欧人の目からは様にならないものだった。本人たちは真剣勝負だったが、試行するも、作語ばかりが目立った。 西欧諸国の外交官も上辺では、連夜の舞踏会を楽しみながら、その書面や日記などには、こうした日本人を国慶などと記して嘲笑していた。また、ダンスを踊れる日本人女性が少なかったため、ダンスの訓練を受けた芸妓が舞踏会の人数として動員されていたことが、ジョルジュビゴーの風刺画に描かれ、さらに高等女学校の生徒も動員されていたという。 一方、王家政策を批判する国水主義者は、六名館での行事を、強者を競い隠立に至る大敗的行事などとして、非難の声を上げるようになっていた。井上の六名館外交への風当たりは、次第に厳しいものとなり、さらに条約改正案の内容が、世間に知られると、大反対が起こった。面目を死した井上は1887年9月に、 外務大臣を辞任し、井上の辞任とともに、六名官時代は幕を下ろすことになった。六名官時代の最も華麗な舞踏会の一つとして知られるのは、1887年4月20日の仮想舞踏会、ファンシーボールである。この舞踏会は、実は、六名官ではなく、首相官邸で行われたもので、しかも外交とは直接関係のない催しだった。 伊藤博文首相、梅子夫人の主催ということで開かれたこの舞踏会は、実際には、時のイギリス公師夫妻が主催したもので、伊藤は、行為で官邸を会場に貸し出したに過ぎなかった。しかし当時の国粹主義者たちは、このことを知るや、亡国の兆しと口を極めてのしった。アメリカへの渡航歴があり、外務大執務を務めたこともある、かつ回収でさえ、これを契機に、 有国の官を深め、これを21カ条の自閉を挙げた、憲白書にしたためて政府に意見した。1890年、区内省に払い下げられ、家族会館が一部を使用。1894年6月20日の明治、東京地震で被災した後、土地、建物が家族会館に払い下げられた。1898年に、コンドルが改修工事を行い、 外観が変更された。1927年、家族会館の敷地が日本徴兵保険に売却された。敷地に1930年に日本徴兵のビルが新築されたが、旧六名館の建物は残されていた。旧六名館が取り壊されたのは1940年である。取り壊し計画の話が広まった時、これを惜しんだ総大教授で、 商工賞参与官の北総一郎が、出原基重郎少将に保存を提起し、9日に院内大臣室で、岸信介次官、山本会計局長と協議。結局、取り壊し計画を止めることができなかったため、後地に出原のポケットマネーで、史跡六名館跡の記念碑を建てることを約束させたという。しかしこの約束も守られることはなかった。 1940年3月9日の東京日日新聞は以下のように報じた。日本庁兵保険会社では最近のビル基金時代に建物に比較して広大な敷地を遊ばしておくのは土一章、金一章の場所から惜しいところでもあり、不経済であるとの理由で建物の取り壊しを決定したともいはれ、取り壊した敷地後にはばらつく仮建築を建築して、 商工症分室として貸し室することに内定、数日前から工事に着手した。取り壊しの際に取り外された階段と壁紙は東京大学工学部建築学科に保存されている。また取り壊し時に売却されたシャンデリアは江戸川区の東明寺に残っている。建築家、谷口義郎は6名館の滅室について11月8日の東京日日新聞に 明治の愛席というタイトルで記事を寄せた。明治に生まれた人たちが自分の所持品を持ち寄って、それを小博物館にすることはできなかったろうか。それこそいい明治の記念物となったらうに、明治時代の人から次の時代に送る本当にいい贈り物になったことと思う、新体制が活発な革新意識に燃えるものであるなら、それと反対に古い文化財に対しては極度に、 保守的であって欲しいと思う。谷口は後に、博物館、明治村の開設に尽力し、初代館長となった。六名館の正門として使用された旧薩摩藩、装束屋敷跡の通称、黒門は、旧国宝に指定されていたが、1945年の空襲で消失した。千代田区内幸町の跡地には、六名館跡のプレートが設置されている。 戦後、六名館の後には、千代田区によって黒い大理石で、六名館跡という石踏みが建立された。そして現在、その跡地には、日比谷 U-1 ビルが建っている。1884年、六名館に外国人との融和交際のために、開園制の東京クラブが設けられた。そこでは、英語の使用に限られ、日本語はもちろん、 他の外国語の使用は禁止された。6名館の廃止によりコンドル設計の建物が建てられ移転した。現在は霞が関ビル隣に東京クラブビルがある。日本ボールルームダンス連盟により6名館の開館日に当たる11月29日はダンスの日に制定されている。ありがとうございます。